皆さんこんにちは。お久しぶりでございます。エンジニアのネジザウルス高崎です。皆様のお会社でも IT 技術を使ったデジタルトランスフォーメーション DX 進めておられますよね。私どもの会社はデジタルではなくネジタル、ネジ外したるテクノロジーを使って皆様のお役に立ちたいと考えております。今回ご紹介するのはこちら、合体工具デジタルトランスフォーメーション。合体することでサンダーバードのようなレスキュー作業が簡単に行えちゃいます。奥まった狭いスペースにある舐めてしまったプラスレジ、あるいは壁際のコーナーキワキワにある六角穴付きボルト、舐めちゃってもう回せなくなります。こんなネジトラブルのご経験はありませんか？普通の工具では全くお手上げ状態ですが、合体することで簡単に作業ができてしまいます。機械や設備のメンテナンス、内装工事、リフォーム、電気工事、さまざまなシーンで合体工具は大活躍します。合体するこれら工具一つ一つも実は強者揃いなんですよ。状況に応じて合体メンバーをお選びください。概要欄にそれぞれのリンクを貼っておきますが、これから簡単にメンバー紹介をさせていただきます。1号機はこちら GT ドライ、握りやすいパワーグリップにボルスターがついてますので回し締めも簡単です。また貫通型なのでハンマーで叩くこともできます。2号機はこちら貫通エクステンション、奥まった作業で効果を発揮します。回転だけでなく衝撃も加えることができますので GT ドライブと相性抜群です。3号機はネジダンスバズーカあるいはモグラです。損傷したネジの形状やサイズに応じて最適なビットをお選びください。頭が潰れたサラリーマンにはこちらネジダンスバズーカ、十字溝の角が少しでも残っていれば叩かずにそのまま外すことができます。六角穴付きボルトやキャップボルトのレスキューに抜群の威力を発揮するのがこちらネジダンスモグラです。押し付けて回すだけで六角穴にグッと食い込みあっという間に外せます。お手持ちのドリルで下穴を開ければどんな形のネジでも外せるという裏技もあります。4号機はネジキャッチ、強力なマグネットでネジを落としません。しかも可変式なので太軸、細軸1個で対応できます。5号機はユニバーサルジョイント、ストレートと首振り二通りに使えるので壁際の作業に効果を発揮します。いかがでしたか？かゆいところに手が届く合体工具ネジタルトランスフォーメーション、ぜひお試しください。5、4、3、2、1、0。錆びてるネジに食らいつくネジザウルス、硬いネジも大好物ネジザウルス、一家に一本あなたをレスキューネジザウルス。